こう気が合うというか性格が似てるなっていう感じがあります。ダラダラしてるとかでもやるとこやるっていうのは結構似てるなっていうのが感じます。で自分のポジションはベテランの選手がいらっしゃるのでその選手のいいところを盗んで自分のプレーに変えていきたいなっていうのを思ってます。自分今バイクの大型免許取り入ってるんで今年中に大型バイクを買いたいっていうのが目標です。大学4年か3年か忘れたんですけどその同期にこう菅平のビニールハウスでみんなに祝ってもらったっていうのが一番の思い出です。菅平どういうことビニールハウスって宿泊施設でそういうウェイト場の中で祝ってもらったって感じです。同期にあんな風に祝ってもらえるのって本当に少ないと思うのでとても嬉しかったです。